ドラゴンボールヒーローズ。その最後を飾るのは歴史と記憶がよみがえるスペシャルなデザインのアルティメットレアカード。こりゃほんとすっげえぞ。さらに歴代のシークレットが銀色の輝きでよみがえる。いでよ剣論。特別なホログラムのラストシークレット、ドラマティックアートカードも熱い。スーパーダイバーズ連動カードも収録。スーパードラゴンボールヒーローズメテオミッション6弾。ヒーロースーパードラゴンボールヒーローズメテオミッションロックダウン、せーの、全員万歳。ヒーローイエーイ。さあ始まりました、メテオミッション6弾全員万歳。まずはみんな自己紹介、レオから。オッケー、配信を見てるみんなこんにちは。スーパードラゴンボールヒーローズ研究所バトルナビゲーターレオだ。みんなよろしく。レオ。同じくスーパードラゴンボールヒーローズ研究所バトルプリンセスナナです。みんなよろしくね。ナナちゃん。はい、同じくスーパードラゴンボールヒーローズ研究所ドクターマルコです。よろしくお願いします。マルコ。はい、そしてスーパードラゴンボールヒーローズ宣伝担当のコベです。あ、よろしくお願いします。いよいよ明日からメテオミッション6弾が稼働ということで、こちら、うん、メテオミッション6弾前夜祭もお送りいたします。よーし、ただ、うん、いやもう本当スペシャルムービーも超かっこよかったですから ね、 ね、本当に楽しみですよ。楽しみですね、うん、そんな気になるメテオミッション6弾、明日からプレイしたくなっちゃう情報をたくさんお伝えしていきますので、皆さん楽しみにしていてください。楽しみにしててね。そしてもちろん今回の配信でも素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンを行っちゃいます。こちら、フォロー&リポストキャンペーン。おー、おー、パー。9月1日日曜日の23時59分までに、うん、スーパードラゴンボールヒーローズ公式アカウントと、うん、ドラゴンボールスーパーダイバーズの公式アカウント2つをフォローした上で、はい、対象の投稿をリポストした方に抽選でプレゼントあげちゃうキャンペーンとなっております。はい、もらえるプレゼントはこちら、はい、スーパードラゴンボールヒーローズスペシャルメモリアルパックボリューム1と2のセットとともに、うん、メテオミッション5弾のレジェンドシークレットコレクションより、私とレオとマルコおすすめのカードを3枚合わせて10名様にプレゼントです。はい、はい、ちなみにカードはこちら、じゃーん、じゃんじゃん。はい、ナナおすすめは悟空ブラック。輝いてるね。いいね。はい、俺のおすすめカードは三角 GT だ。結構やっぱかっこいいね。うん、かっこいい。さあ、そして最後私はこちらですね、仮面のサイヤ人でございます。いや、これもね、当時めちゃめちゃ環境のねカードでしたから、大人気、みんな欲しいんじゃないですか。ガンと仮面で、ね、ちゃんも大好きだね。そうですよ、はい、そうなんです。はい、ということでね、皆さん忘れずにリポストをお願いします。盛り上げてくれ。はい、こちらのキャンペーンの参加はとっても簡単です。スーパードラゴンボールヒーローズ公式アカウントより本日10時に投稿されているポストが対象です。はい、スーパードラゴンボールヒーローズとドラゴンボールスーパーダイバーズのアカウントをフォローした上で、リポストのボタンをポチッと押すだけで応募完了するので、皆さんぜひご参加ください。お願いします。では、まずは配信をご覧の皆さんでスーパードラゴンボールヒーローズプレイしたことない方のために、ちょっとだけゲームのことを紹介していきましょう。はい、こちら、
スーパードラゴンボールヒーローズとは、ドラゴンボールに登場するキャラクターや自分だけのオリジナルキャラクターを含む7対7でバトルを行うゲームで、全国のゲームセンターなどで遊ぶことができる人気ナンバーワンのデジタルカードゲーム。はい、100円でワンプレイ1枚カードが払い出しされます。はい、明日からはメテオミッション6段が稼働スタートとなりますので、皆さんぜひぜひ遊んでみてください。よろしくお願いします。いい。そしてスーパードラゴンボールヒーローズといえば忘れちゃいけないのがこちら、プロモーション CG ムービー。スーパードラゴンボールヒーローズのオリジナルストーリーがアニメとなって、公式ウェブページにてなんと無料で全部見ることができちゃいます。現在最新の魔の侵略者編は第6話まで公開中となっています。スーパードラゴンボールヒーローズオリジナルキャラクターもたくさん登場するプロモーション CG ムービー、こちらもぜひぜひ見てみてください。お願いします。それではいよいよ皆さんお待ちかねのこちら、明日8月29日より稼働するメテオミッション6段の情報をお伝えしちゃいます。やってくださいよ。ではまずはこちらの VTR をご覧ください。どうぞ。スーパードラゴンボールヒーローズグランドフィナーレ、ヒーロー14年の思いを込めた激アツカードが盛りだくさん。これはすごい。ドラゴンボールヒーローズからスーパードラゴンボールヒーローズまで、歴代シリーズごとにフィーチャーしたカードがアルティメットレアで登場。キャラクターが大集合した超豪華デザインで心躍るファン必見のカードだ。君の時間を僕に決める全開スーパー。10枚のカードを集めて飾りたいぜ。シークレット4種は歴代のアニメをイメージしてデザインされたビジュアルカードとして登場。どんなカードか楽しみだ。さらにメテオミッション、そしてドラゴンボールヒーローズシリーズのラストを飾る激レアなラストシークレットカードも、なんとこのシェンロンと、さらにアルティメットレアとシークレットから1種ずつ、計3種のカードはドラゴンボールスーパーダイバーズでも使うことができる。これは欲しい。君のメテオミッション。魔の侵略者編クライマックス。突如襲来し全てを食い尽くすオゾットに、ついに悟空の怒りが爆発。仲間を傷つけるのだけは許さねえ。全身全霊でオゾットをぶっ倒せ。最大7枚、君だけのドリームチームを組んで戦え。出発するぞ。私を倒せますかね。画面とカードが連動、戦略を練って攻撃を仕掛けろ。チャージインパクトに勝利して大ダメージを与えられ。何が神の力、その力は私にこそふさわしいのだ。わざった。激震の最終決戦、魔の侵略者編白銀のメテオ。さあ新しい宇宙の幕開けだ。歴戦の強者たち、スーパードラゴンボールヒーローズ編。スーパードラゴンボールヒーローズで立ちはだかってきた歴代の強敵たちが続々と登場。僕の力の真髄を見せてやる。僕は帰る。僕が新しい宇宙を作るんだ。どうなっても知らないか。ワリア、おめえは俺がぶっ壊す。ここからは私の時間です。消えてもらう。激戦が再び幕を開ける。レジェンドシークレットコレクション、スーパードラゴンボールヒーローズエディション。歴代のスーパードラゴンボールヒーローズシリーズの中から大人気のシークレットカードが銀色に輝く特別な豪華仕様で再登場。最強カードが目白押し。
この特別なカードを手に入れて強敵たちに立ち向かおう。敵が先行だ。それでおしまいだ。よっしゃ、いいもんやるぞ。やめ、メテオミッション6段のカードは全89種。大人気ドラマティックアートカードもあるぞ。カリスマに挑め。3人のカリスマが超強力なカードで勝負を挑んでくる。敵のデータは取得済みね。知識も技術も問われる高難易度ミッションで君の集大成を見せてくれ。総合評価 S ランク以上になるとドラゴンボールスーパーダイバーズで使える特別な称号、スーパードラゴンボールヒーローズカリスマプレイヤーをもらえるぞ。超激闘スーパードラゴンボールヒーローズカリスマへの道。オンラインバトルロビーではお題をクリアして称号を集めよう。全国のライバルと戦って称号をコンプリートするとドラゴンボールスーパーダイバーズで使える特別な称号、スーパードラゴンボールヒーローズの戦士がもらえる。メテオミッション6段、お題をクリアして称号を集め。数々の名勝負を繰り広げてきた全国のヒーローたちよ、ありがとう。そして新たな伝説に向けて君の闘志を見せてくれ。スーパードラゴンボールヒーローズメテオミッション6段、8月29日稼働予定。期間限定経験値ボーナス7倍、さらに7日間限定で経験値ボーナス5倍から13倍の大チャンス、超豪華大盤振る舞いだぜ。遊べば遊ぶほど豪華ボーナスがもらえるプレイボーナスに、アプリゲットルーレットで強力なアプリをゲットしよう。ライバルと差をつけろ、超強化キャンペーン。スーパードラゴンボール7個が必ずもらえる。スーパードラゴンボール7個を集めるとスーパーシェンロンへのお願いでチームボーナスの振り直しができたり、アバターをアルティメットクラスアップ兆しにすることも可能。さらにレベルブーストでアバターレベル40に、超最強戦士の仲間入りだ。なんとヒーローアバターがアルティメットクラスアップ兆し以上になっているとドラゴンボールスーパーダイバーズ稼働後にアバタースキンがもらえる。アルティメットクラスアップだと称号武を極めし者もプレゼント。さらにバトルスポーツスタジアムでも段位に応じて称号をゲット。スーパードラゴンボールヒーローズで最強を目指しドラゴンボールスーパーダイバーズの報酬を手に入れよう。スーパーダイバーズスタートダッシュ福引き券配布キャンペーン。遊ぶたびに福引き券を1枚ゲット。ドラゴンボールスーパーダイバーズで豪華ボーナスが当たる福引きが回せるぞ。最新情報は公式サイトをチェック。はい、スーパードラゴンボールヒーローズグランドフィナーレだけあってすごい内容だね、はい、うん、いやもうまさに集大成ですよね、待ってましたね。そんなメテオミッション6段どんどんご紹介していきましょう、まずは UR カード、すべての集大成といえるカードが登場しちゃいます。なんと歴代ドラゴンボールヒーローズシリーズ、そしてスーパードラゴンボールヒーローズシリーズごとにフィーチャーしたカードが登場です。あ、すごいね。はい、ではいきますよ、まずはドラゴンボールヒーローズシリーズ、こちら。すごいね。ドラゴンボールヒーローズからは孫悟空、ギャラクシーミッションからスーパーサイヤ人4の孫悟空 GT、そしてジャークリューミッションからはスーパーサイヤ人4のベジータ GT、ゴッドミッションからは滝の海洋神が登場です。各シリーズから UR ってすごいね。すごいね。多分これね、デザインを見ればですよ、当時どういうシナリオだったかも思い出させるというか、本当にデザインもめちゃくちゃいいですよね。これ考えた人はすごいね、かっこいいですね。左手にもしかもね、ミッションのロゴがあるんですよね。確かにね、ロゴもありますね。かっこいいよね。シリーズごとロゴがあるんで、もう一目でわかるという。
いや、めちゃくちゃいいな。ゲットしたいですね、ではでは続いてスーパードラゴンボールヒーローズシリーズからはこちら、おー、こちらのラインナップですね、すごいんです、スーパードラゴンボールヒーローズシリーズからは、トランクスゼノ、そしてユニバースミッション監獄惑星編からは、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人のゴジータ UM、はい、同じくユニバースミッション暗黒魔界編からはスーパーサイヤ人4のベジットゼノ、ビッグバンミッションからはスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人の孫悟空、はい、そしてウルトラゴッドミッションからはアイオス、はい、メテオミッションからは身勝手の極意兆しの孫悟空が登場です。こっちの方は結構皆さんね記憶に新しいんじゃないですか、そうだね、シリーズの代表的なキャラクターが集まってる感じがしてめっちゃいいね、めちゃくちゃいいですよ、そしてめちゃめちゃかっこいいですね、皆さん気になると思いますのでぜひぜひゲットしてみてください、はい、お願いします。続いて俺からシークレットカードを紹介するぞ。6段のシークレットカードはなんとこちら、はい、ドラゴンボール Z、 ドラゴンボール、ドラゴンボール GT、 ドラゴンボールスーパーと各アニメシリーズをイメージしたデザインでのビジュアルカードが登場するぞ。うわ、大々ですね、いやもう本当気になりますよデザインも、はい、ドラゴンボールからは孫悟空少年期、ドラゴンボール Z からは孫悟空、ドラゴンボール GT からはゴジータ GT、ドラゴンボールスーパーからは孫悟空と、カードがシークレットとして登場だ。いや楽しみだ、いいね、なんか各シリーズの代表の悟空が集まってるみたいなね、主人公いいですね、めちゃくちゃいいですよ、どんなデザインかはぜひ自分の目で確かめてみてくれ、はい、はい、そしてもう一枚特別なシークレットカードも紹介するぞ。各シリーズの最後に登場するあのカードが6段でも登場だ、こちら、はい、メテオミッションラストシークレットが登場、やりましたよ、飾るのはスペシャルカードのシェンロン様、ドラゴンボールが浮かび上がる特別なホログラム加工になってるぞ、はい、めちゃめちゃかっこいいねこれ、これ欲しいよね、そうなんですよ、しかもこのホログラムはですね、このカードのためだけに作られた新規のオリジナルホログラムと、すごい、新規なんだ、気になる ね、 ね、しかもラストにふさわしいじゃないですか、いやふさわしいっすよ、素晴らしい、ぜひプレイしてゲットしてみてくれ、さらにもう一つこのラストシークレットのシェンロンのカードと、先ほど紹介した UR の孫悟空、そしてシークレットの孫悟空少年期、この3枚のカードはなんとなんとこちら、ドラゴンボールスーパーダイバーズでも使用できる連動カードだ、熱いっすね、熱いですよかなり、逃げるしかないよ、はい、シークレットの三角少年期 UR の三角はバトルカードとして、さらにラストシークレットのシェンロンは使うといいことがあるらしいぞ、いいこと、なんでしょうね、なんなんだいいことって、ね、6段でカードをゲットした人だけのお楽しみということで、もう手に入れるしかないね、入れるしかないですよこんなの、ぜひ全部ゲットしてドラゴンボールスーパーダイバーズでも使ってみてくれ、はい、はい、では続いて僕からはメテオミッション5段で大好評のレジェンドシークレットコレクションが、メテオミッション6段でも登場しますのでご紹介していきたいと思います、こちら、はい、ということで前回まではドラゴンボールヒーローズシリーズでしたが、今回からはですねスーパードラゴンボールヒーローズシリーズということで、皆さんもね思い入れのあるカードが多いんじゃないでしょうかといったところで、どうですか皆さん、いやそうっすよね、もうこれ、まあ、スーパードラゴンボールヒーローズのシリーズのスタートからってなるとですね、はい、まあなんかアニメのスーパー、まあ、身勝手とかも入ってますけどとか、プロモーションアニメのキャラクターなんかもいるので、結構ねみんながアニメで見たキャラクターたちがたくさんいるかなという感じですね、そうだね、もう能力的にもですね結構環境カード多いですもんね、当時の、はい、今でも使われたりしますから、そうアイオスがめちゃくちゃ強かったですからね、帝国とかもいっぱいいますけれどもといったところで、はい、もう加工もめちゃめちゃいい感じ、加工もめちゃめちゃいいんですよ、これ銀色がいいよね、めちゃくちゃいい、そうよくお気づきでというところで、はい、メテオミッション5段のドラゴンボールヒーローズとはまた異なる加工で銀色箔仕様なんですよ、はい、まあ、そのままにさらにですね、高級感あふれる仕様ということで、もうさらにバージョンアップしてるので、はい、お楽しみというところで、まあ、本当に、ね、揃えて並べていただきたいカードとなっておりますので、ぜひ皆さんゲットしてみてください、はい、
はい、それではですね、続いて僕の方から6段で登場するドラマティックアートカードの、ご紹介しちゃいましょう。ということで、もう楽しみですよ。はい、まず1枚目、こちらでございます。おはい、これですよ、これ。おクラッカーですね、これ。GTのクラッカー出すシーンと。はい、ゴジータ。いやもうゴジータ GT 大好きなんですよ、僕ね。ほんま大好きですもんね。大好きなんですけど、はい、もういやもうこれゴジータ GT ファンならみんな欲しい一枚じゃないですか、このクラッカーシーン。そうですね、このEシーンのとの戦いの時にね出すやつですね。そう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 。はい、まあ、こちらね必殺技の演出でも出てきますからね。おお、なるほど。そうなんだ。そうそうそう。はい、こちらの究極ビッグバンカメハメハですよね。これは欲しいね。そうなんですよ。まさしくイラストとね、まあマッチしたカードとなっておりますということでですね。はい。はい、しかもこちらなんとですね、シークレットのドラマティックカードとなっているんですよ。マジで？はい、シークレットなの？はい、もう先出し。もう頭が出ちゃってるじゃん。頭がバグっちゃうかもしれないんですけど。なっちゃってる。そうなんですよ、こちらですね。なるほど。シリーズごとのドラゴンボール GT のゴジータ GT っていうのはこれってことですね。そうです、そうなんです。なるほど、すごいことだ。だからまあ、あれなんですよね、元のシークレットはシークレットなんですけど、シークレットなんですけど、僕たちも見せちゃおうということで、宣伝だとパワーということでですね、宣伝させていただいておりますと。元のカードもね、結構デザイン楽しみですね、じゃあ。いや、もうめっちゃ楽しみっすよね。楽しみ。はい、そしてもう1枚ですね、シークレットカードをお見せしちゃいましょうということで、はい、こちらでございます。あ、ドラマティックアートカードね。はい、うん、あ、シークレットカードじゃないよ。シークレットじゃない、びっくりした。今見せてたわ。すみません、ちょっと、はい、これもすごい。魔人ブーゼンということですね。こちらも可愛らしい、はい、鳥山明先生再現のですね、はい、イラストとなっておりますと。いや、もうちょっといいですね。可愛いですね。加工がすごい良くて、わかるかな、このなんか放射になってる FVP 加工がですね、はいはいはい、出てるんですよ。なるほど。あ、どうわかるかな、これね。非常に高級感あふれるカードとなっておりますので、はい、こちらもぜひね、手に入れていただきたい。これは欲しい。いや、本当にね、このね、扉絵シリーズ僕好きなんですよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃいいよね。もういっぱいね、並べたくなると思うんですけれども、はい、ちょっとですね、改めて2枚並べてじっくり見ていただきましょう。こちら、はい、はい、ということでですね、ドラマティックアートカードはですね、まあ、他にも何種類か収録されておりますので、ぜひぜひね、皆さん稼働日まで楽しみにしていただければと思います。楽しみにしてください。では続いてメインエイジ、サブエイジも最終段にふさわしい内容となっておりますので紹介していきましょう。はい、じゃあまずメインエイジはこちら、魔の侵略者編もラスト、白銀のメテオへと突入です。はい、オゾットの体内から脱出に成功した悟空たち、怒り爆発で身勝手な極意となった悟空とオゾットの最終決戦が開幕です。ついになんです、魔の侵略者編のクライマックス、今までの修行の成果で激アツの最終決戦を戦い抜いてください。はい、では続いてサブエイジも激アツです。こちら5段で登場したサブエイジ歴戦の強者たちがスーパードラゴンボールヒーローズ編としても6段でスタートしちゃいます。あ、来ました。はい、プロモーションアニメにも登場したウルトラゴッドミッションまでの印象的なシーンとともに、強敵たちが次々と登場。かつての激闘の戦いを思い出しながらぜひぜひ挑戦してみてください。はい、お願いします。はい、さらにミッションクリアの報酬には特別な友情ピックアップが新登場です。はい、クリア報酬の一つとして友情レベルが最大になっていないキャラクターの友情度をアップさせることができちゃいますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、はい、続いてはチャレンジミッションを紹介するぞ。今回のチャレンジミッションはなんとこちら、なんと俺たちカリスマとバトルできる超激闘、スーパードラゴンボールヒーローズカリスマへの道がスタート。ーなんと俺とナナちゃんとマルコの3人が組んだ超強力なデッキとバトルすることができちゃうぞ。SDBH で鍛え上げた知識と技術で高スコアを目指して総合評価 S ランク以上獲得することができると、なんとドラゴンボールスーパーダイバーズでも使える称号がもらえちゃうぞ。おお、これは嬉しいじゃないですか。いきなりもらえるんですね、称号が。おお、ただめちゃくちゃ難しいので、たくさんのデッキでチャレンジして高スコアを目指してくれ。はい、お願いします。はい、ということでもう一つですね、称号がもらえちゃうイベントを紹介していきたいと思います。こちら
はい、ということで、うん、オンラインバトル、ロビーイベントですね、うん、お題をクリアして称号集めがスタートしちゃいますということで、はいはい、バトルで条件を達成すると称号をゲット、うん、称号をコンプリートすると特別な称号がもらえちゃうと、はい、特別な称号、はい、しかもなんとですね、その特別な称号は先ほど同様スーパーダイバーズで受け取り可能となっておりますので、こちらもね、ぜひプレイしてみてください。プレイしてください。よっしゃ、それではここで前夜祭恒例みんな気になる必殺技を集めたバトルコレクションを見てみようじゃないか。集大成のカードばっかりだから楽しみですね。ね、では見てみよう。メタミッション楽団バトルコレクション、どうぞ。飛び越える広島、やろう
スをやるぞ。打ちかましてやれ。やってやるぜ。どの必殺技もかっこいい ねいやもう本当まさに集大成ですね本当に、うん、詰まってました。はい、はい、ということでまだまだ前夜祭は続きますが、うん、ここで素敵なプレゼントがもらえるかもしれないフォロー&リポストキャンペーンのおさらいです。こちら、はい、フォロー&リポストキャンペーン、はい、9月1日日曜日の23時59分までにスーパードラゴンボールヒーローズ公式アカウントとドラゴンボールスーパーダイバーズの公式アカウント2つをフォローした上で、うん、対象の投稿をリポストした方に抽選でプレゼントあげちゃうキャンペーンとなっております。はい、もらえるプレゼントはこちら、はい、スーパードラゴンボールヒーローズスペシャルメモリアルパックボリューム1と2のセットとともに、うん、メテオミッション5弾のレジェンドシークレットコレクションより私とレオとマルコおすすめカードを3枚合わせて10名様にプレゼントです。はい、皆さんどんどんリポストしてみてください。はい、さあそれではメテオミッション6弾のカードをさらに掘り下げて説明しちゃう、こちらおすすめカード紹介のコーナー。 やっていくぞ。いやもう今回もいいカードがいっぱいありますから。そうだね、気になるカードいっぱいあったね。うん、ました。ではでは私たちが厳選したカードを早速レオからお願いします。オッケー、俺のおすすめカードはなんと2枚。まずはこちら、スーパーサイヤ人4の三角 GT。 おー、きた。ギャラクシーミッションだね、ここ。はい、はい、そうですね。はい、 GT デッキの大幅強化に一役買う三角 GT が登場だぞ。うん、アビリティ燃え上がるサイヤの闘志は作戦決定前に気力回復と与えるダメージと気力消費による戦闘力上昇率をアップし、うん、ラウンドが進むほど2倍、4倍、6倍と強くなっていく。さらに進撃のサイヤユニットも固定、うん、戦闘力アップ効果封印と戦闘力 65% ダウンが発動するので、発動できればかなり強力なカードだ。めっちゃ強いですよ。超強いよね。そんなカードと相性のいいカードも調べてきたぞ。まず2枚、 UM9 弾のシークレット三角 GT だな。限界突破のゴッドカメハメハは自分のパワーを1万アップに加え、敵のダメージ軽減効果を無視するので、燃え上がるサイヤの闘志で与えるダメージが4倍になってゴッドカメハメハでは大ダメージが得られます。これは痛いですね。なるほど、めっちゃ効果力が出るね。それでもう1枚はサイヤ人女アバター、うんうん、ユニットが非常に強力なので、ユニットメンバーになってるサイヤ人女アバターを持ってる人はぜひ一緒に使ってみてほしい。はい、ぜひ使ってみてくれ。うん、そしてもう1枚こちら、はい、スーパーサイヤ人4のベジータ GT。 おー、仲間をどんどん強くする最強のベジータ GT。 アビリティ力戦奮闘の挑戦士は、うん、毎ラウンド仲間のパワーを永続で5000アップしながら、うん、必殺技発動に必要なヒーローエナジーを1ずつダウンしてくれるか、うん、はい、さらに仲間アタッカーに三角 GT がいると効果が2倍。おー、それだけじゃなくて、敵チームの攻撃開始時に敵チームのヒーローエナジーを破壊する効果も発動するから、攻めと守り両方で活躍するカードだ。はい、そんな相性のいいカードは2枚、 MM6 弾の孫悟空 GT、 さっき紹介したカードだな。今紹介したやつだ。同弾の孫悟空 GT とは相性抜群だぞ。なるほど、スーパーサイジン4のダブルアタックスーパーの最強パートナーにもなってるので、ぜひ2枚合わせて使ってみてくれ。はい、あと、もう1枚はサイヤ人男アバターだな。はい、ベジータ GT はユニットメンバーがサイヤ人男アバターになってるので、こちらもアバターを持っている人はぜひ一緒に使ってみてくれ。はい、こちらもおすすめなので、サイヤ人アバター使ってるのはぜひデッキに入れて使ってみてくれ。はい、してみてください。はい、では
続いて私からおすすめのカードの紹介です。ナナのおすすめはこちら、アイオス。おー、アイオス、はい、キラキラ光ってますね。アビリティ神の神罰ということで、はい、バトル開始時自分が気力ダメージを受けなくなり必殺技が発動可能になる、うんうん、また敵チームが3人以上の場合仲間が攻撃を受けるたびにその攻撃で受けたダメージが多ければ多いほど自分のチャージインパクト勝利時に与える固定ダメージがアップする（永続）となっています。はい、はい、でそしてこれね、ちなみに分かりやすく説明をしておくと、受けたダメージが3000以下の場合は与えるダメージがプラス1000、うん、受けたダメージが3001から6000の場合は与えるダメージが2000、うん、はい、そして受けたダメージ6001から1万の場合は与えるダメージ4000と、はい、どんどん増えていきます。すごい、はい、最後に与えるダメージが1万1以上だと、うん、なんとなんと違う、受けたダメージですね、はい、うん、受けたダメージ1万1以上だと与えるダメージがプラス6000、はい、ガン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 アップしていきます。ダメやじゃん。そうで、改めましておすすめの理由としては、はい、自分を含む仲間が攻撃を受けるたび、うん、自分のチャージインパクト勝利時に与える固定ダメージが永続でアップ、はい、制裁のリフレクトは敵のダメージ倍増効果を利用して攻撃を跳ね返して大ダメージ与えた後に、うん、攻撃した敵のダメージ倍増効果を無効化できるので攻撃と防御を合わせ持った効果になっています。なるほど、はい、そして対戦環境ではダメージ倍増効果がアップするカードが多く使われているのでそれをぜひ利用してみてください。はい、はい、そして相性のいいカードを選んできました。はい、メテオミッション6段のセルと、うん、メテオミッション4段のシャロット、うん、こちらは実験の副産物は敵の連携アタックを封印するので、うん、攻撃受けるたびに自分のチャージインパクト勝利時に与える固定ダメージがアップするアイオスと相性が良いと。なるほどですね、はい、さらにシャロットと一緒に使えば上等打の効果で攻撃してきた敵のパワーを1にしてダメージ倍増効果も無効化できるので敵からほとんどダメージを受けずに済むというねカードとなっています。はい、そしてねこの2枚入れてエリート統一デッキを組んでみてみるのも面白いかなと思います。はい、まだまだあります。メテオミッション4段シークレットの魔人ブーアク、そしてビッグバンミッション8段のセル、こちらも相性いいかなと思っていて、ダメージ受けた時に HP を回復するカードと相性抜群となっています。はい、大ダメージを受けて神の神罰の固定ダメージアップ効果を大きく発動させた後に HP を回復するとかなり戦いやすくなっているかなと思います。はい、ではではね、こちらもねぜひぜひデッキに入れて相性のいいカードとともに使ってみてください。はい、じゃあ続きまして僕からも紹介していきたいと思います。僕のおすすめのカードはこちら。はい、こちらですよ皆さん。おー、こちらです、はい、エジットゼノでございます。はい、もう早速ねアビリティの方をちょっと紹介していきたいと思うんですけども、まずアビリティがですね、威圧する合体戦士ということで作戦決定時に毎回敵アタッカーより仲間アタッカーのパワー合計が高い時ですね、はい、はい、敵全員のミラクルパーフェクトと敵チームの復活チャンスを封印すると。あーきつい、やらしい。ミラクルも復活も封印ですよ。マルコっぽいぽいでしょぽいでしょ。でさらにですね、敵アタッカー人数が仲間アタッカー人数より多いと、うん、敵アタッカー全員の必殺技も封印すると。うわー、めちゃくちゃ強い。もう要は封印のカードですよ、こちら。全てを封じるんですよ。いやっすね、もうコウペイさんももうミラクル出せないと。いやもうダメだよ、ミラクル頼りなんだよ復活出せないと。そういったカードになっていて、ただそれだけじゃないんですよ、うん、こちら、キーソードロック持っていまして、うん、こちら絶対強者のキーソードロックということで、敵チームが5人以上の時にアタッカーにすると発動と、うん、で選んだ敵を攻撃してその敵が永続で連携アタッカーに参加できなくなり、うん、パワーを永続でこちら3万奪います。わ、いった、やばくない？3万ですね。さらにですね、うん、封印成功で次のラウンド中はその敵の全てのアビリティが発動しなくなる1回限りということで、アビリティも封印と。いやきつい。
全部封印します。そしてそしてそれだけじゃないんです。全力全開バトルユニットということでユニット持っておりまして、こちら孫悟空とトランクスゼノと組み合わせるんですけども、両チーム全員の必殺技が発動可能になる1ラウンド限りということで、こちらもねかなり強力な、まあ、エナジーもね2個でできますので、めちゃめちゃ、強力なユニットとなっておりますといったところ で僕の方からも相性のいいカードを紹介していきたいと思います。相性のいいカードがですね、メテオミッション3弾のシークレットのブロリーです。はい、こちらですね、あの敵アタッカー全員のパワーを半分奪ってくれるということで、威圧する合体戦士の作戦決定時効果が高確率で発生できるというところで、もうめちゃめちゃねこちらのブロリーさんめちゃめちゃ相性いいですよ。はい、まあ、他にもですね相性のいいカードいっぱいあると思いますので、ぜひこのカードを1枚入れるだけで相手はねもう何もできなくなっちゃうから、はい、ぜひ皆さん入れてみてください。はい、悪徳商売してる。違うよ、本当に強いめちゃくちゃ強いんです。はい、はい、じゃあ、まあ、とんでもないマルコのカードの紹介の後にですね、最後僕の方からですね2枚紹介しちゃいますということで、はい、1枚目がこちらでございます。なんだ、はい、こちら時の海洋神ですね。はい、はい、ゴッドミッションのビジュアルカードとなっておりますということで、はい、こちらの時の海洋神ですね、まあ、アビリティの方でですね、あのラウンド開始時にヒーローエナジーがアップするだけじゃなくてですね、まあ、それが HP が減るほど効果がアップするといったことになっております。そしてですね、まあ、あのユニットを持ってまして、時の海洋神の祝福ユニットっていうやつがあるんですけれども、まあ、こちらあの、敵チームのミラクルパーフェクトが発生しなくなって連携アタックを封じるといったようなものとなっておりまして、なんとまあ消費エナジーが1ということで、1はすごいですよ、はい、なんでワンラウンド目からこのアルティメットユニット発動可能と、狙えるもんね。そうなんですよ、でアルティメットユニットはこの発動すれば、まあ、そのラウンドのみですね敵全員のチャージインパクトスピードが超速くなるだけじゃなく、与えるダメージを半減できるので守りやすくなると。でですね、さらにこちらのゴッドメテオを持っておりまして、制裁のゴッドメテオというのを持ってるんですけれども、こちらのアタックエリアにいる敵全員のパワーをそのラウンドのみ1にすることができちゃいますということなん で、まあ、あの2ラウンド目はさらに強固に守ることができちゃいますと、はい、まあ、そんなカードなんですけれども、はい、その相性のいいカードこちらとなっておりまして、はい、BM11 弾のですねシークレットの孫悟空、まあ、あの木の融合悟空ですね、こちらね。はい、そうですね、はい、でこちらなんですけど、時の海王神のバトルタイプは、まあ、ヒーロータイプなんで、はいはい、このめっちゃ流行ったヒーロー統一デッキですよね。なるほど、使ってみるのもおすすめですよっていう話なんですけども、はいはいはい、まあ、このヒーロー統一デッキの強みがですね、全員で攻めて全員で守れるというところで、まあ、あの一撃必殺の火力を発揮することもあるので、まあ、その気力ダメージに強くガードも高いと、はい、で、ヒーロー統一デッキに合うカードもめっちゃたくさんある、ね、はい、ので結構割とこの自分好みにデッキが組みやすいっていうのも特徴かなと思っております。はい、でその中でもこの、孫悟空が持つですね木の融合カメハメハは、ヒーローエナジーが溜めやすいこの時の海王神にはぴったりとなっておりまして、まあ、あの それから3ラウンド目にですねあの激闘の絆を持っているので、はい、あのダメージを与えることができると、まあ、まさしくこの時の海王神の力で木の融合の2人は、ね、木を融合したわけですから、そうですね、めちゃめちゃなんかいろいろ相性のいいカードが、はい、そこまで考えていたのか。いや、そうそう、キャラ性まで、ね、考えてます。すごいですね。はい、整ってます。はい、まあ、ということでですね、ぜひこちらの時の海王神使ってみてください。はい、はい、でこれだけじゃないということで、もう1枚ございますと、はい、そちらがこちらでございます。ほう、なんだ。はい、こちら、はい、トランクスゼノですね。はい、こちらがスーパードラゴンボールヒーローズシリーズのですね、あのビジュアルカードとなっております。はい、ということでですね、はい、こちらのトランクスゼノなんですけれども、まあ、アビリティであのマイラウンド開始時に敵全員のパワーとガードを永続で半減すると。ほう、もう非常に強力ですよ。もうすでに強いですよ。上積もがない。はい。そしてですね、アタッカーにするだけで敵サポーターとパワーが100未満の、敵アタッカーの与えるダメージと、次のラウンド以降の記録消費による戦闘力上昇率っていうのをですね、永続で半減することができるので、永続で、そうなんですよ、はい、なんでラウンドを重ねるごとに相手をどんどん弱らせていくことができちゃいますと。なるほど、いったカードとなっております。はい、そしてですね、まあ、相性のいいカードのご紹介なんですけれども、はい、もう今紹介したですね、時の海王神でございますよ。はい、はい、まあ、こちらの今紹介した時の海王神と、一緒にこのトランクスのね使えば、まあ、お互いあのユニットメンバーにもなりますと。あ、そうですよね、はい、そしてそれだけじゃなくてコンボカードとしても使いやすいですよということで、このさっき紹介した時の海王神の制裁のゴッドメテオで、パワーが1に
なりますよね。そうでした。そこにこの、アビリティの時空を超えた剣士の効果で与えるダメージと戦闘力が永続で還元しますので、うん、はいはい、2ラウンド目の守りはもう盤石だぞと。なるほど、絶対組み合わせたいねこれは。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。で他にもこの段だけじゃなく、はいはい、UGM 球団のシークレットのクラチェンブーですね、うん、ブーアク、はい、このブーなんですけれども、ラウンド開始時に敵のパワーを半減してくれるので、まあ、魔人ブーアクの魔人の要求の効果でワンランド目から敵全員の記録を超ダウンしやすくといったような、ね、コンボが組めちゃいますので、うん、まあ、もろもろね、ぜひ今紹介した2枚ですね、うん、ぜひぜひ使ってみてほしいなと思います。はい、はい、してください。さあ、おすすめカードを紹介したところで次のコーナーへ行きましょう。こちらメテオミッション6弾ガチバトル。はい、ちなみに今回のバトルは私と俺でーす。勝負してきた。はい、ということでね、皆さん果たしてどんな結果になったのか予想しながら見てみてください。ではまずはデッキの紹介です。私の使ったデッキはこちら。はい、ラストシークレットのシェンロン、うん、レジェンドシークレットのセルゼノ、うん、レジェンドシークレットのベジット、うん、そして UR の孫悟空、うん、レジェンドシークレットのベジットと、うん、レジェンドシークレットのベジットと、うん、孫悟空のレアとなっております。はい、ベジットね、たくさん入れてきました。こちらのデッキのコンセプトはシェンロンのお前の願いは叶えてやろうと、セルゼノの異次元のパーフェクトボディと孫悟空の守りの構えで被ダメージを抑えながら、うん、ベジットの強者のチェンジスイッチで入れ替わるゴテンクスでの気力全回復とヒーローエナジー2アップを狙い、うんうん、もう一人のベジットと最強のチェンジスイッチで入れ替わるゴジータゼノでパワーにデバフをかけて、うん、さらに被ダメージを抑えた上で巨大化したセルゼノの必殺技と必殺技ダメージが6倍になっているスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人のベジットと、チャージインパクト勝利時に固定ダメージを与えることのできる宇宙獣パワーをまとった孫悟空とスーパーサイヤ人のベジットで一気に KO を狙いに行くデッキとなっています。はい、続いて俺の使用したデッキはこちら。今段の UR 孫悟空レアのミラー、はい、うん、UR 孫悟空身勝手の極意兆し、うん、UR 孫悟空 GT、うん、ベジータ GT、うん、でスーパーレア SR の孫悟飯 GT、はい、そして最後は BM7 段レジェンドシークレットの孫悟空身勝手の極意兆しだ、うん、これでバトルしてきたぞ、はい、デッキコンセプトは孫悟空 GT の燃え上がるサイヤの投資で自身と他の GT メンバーの気力回復を行いながら戦闘力上昇率をアップしつつ、身勝手の極意兆しの孫悟空の仲間の奮闘にたぎる思いで敵からの攻撃を自身に誘導、もう一人の身勝手の極意兆しの孫悟空の新次元の極意でダメージ制限しながら、孫悟飯 GT の破壊のブロックバーストとミラのハイボルテージで受けるダメージを半減させて耐久性を上げ、全員の必殺技と CAA で KO を狙いに行くデッキになってさ、はい、はい、ということでバトルはどちらが勝ったのか見ていただきましょう。はい、早速いきますよ。どうぞ。さあ、始まったぞ。始まりましたね。始まりましたね。はい、皆さんに見えているのはレオの筐体の画面となっております。はい、コウペイちゃんが俺のチームのサポートメンバー、はい、こちらマルコにお手伝いいただきました。はい、じゃあサポートになってコウペイちゃんが、いや、めちゃめちゃサポートしたで、本当にまあだからサポート力も問われますよね、これ、うん、はい、僕は物理的にサポートしました、うん、物理的に、物理的にはどういうこと。勝手にね、大丈夫、進んで、勝手に進んで、サポートしてませんかサポートしてくれたから、はい、僕がちょっと自動で進ませすぎてですね、ちょっともう片方の筐体となるのをラグが起きてしまっているんですけれども、どうしよう、はい、腕組んじゃった。まあまあまあ、ポットね、今ちょっと出てましたけど、ブローリーとバーダックでしたっけ、はい、どちらも強力なね、ポットでしたが、はい、さあさあさあ、てかあれですよね、やっぱシェンロンこう見るとやっぱかっこいいですよ、かっこいい、最初出た時に、ドラゴンボールって言ったらシェンロンって言っても過言じゃないからね、うん、確かに、さあ、こんな感じですね。
激闘が始まるわけですよ、こうやってね。そうですよ、激闘がね。勝手ほら、勝手に進んでいくから、まあ、早い。もう一瞬クイック、めちゃめちゃ早いよね。GT トリオでね、クイックボーナスですよ、はい、もう僕はクイックボーナスを取るためだけの余裕です。さあ、まずはこちら、チェンジスイッチと、うんうん、これはまあちょっと次のターンへの布石としてちょっと変えておこうというところで、うんうん、さあ、シェンロの厄介な敵チームにするとかなり厄介ですね、うん、これね、はい、考えてますよ、どういうふうにしようかなということで、ここでいきなり HP を減らしてくるというね、完全ぐらい減りますね、完全してよ。これピンチの時ほどね、効果も上がっていくから、ね、そうですね、うん、自分の HP が半分以下になったりね、そう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 、ホログラムが特別仕様なんだっけ、そうめっちゃ欲しい、ねえ、かっこいいよね。さあ、ここでちゃんとブロックバースの仕込みをね、はい、うん、解きましたという感じなんですけど、まさかのね、セルゼロしかいない、セルゼロしかいないと来るかな、おっとベジット来なかったから、充電チャンス発生、これはね、ちょっと痛かった、ちょっと痛かった、ボタン押せ、はいや、ああ、はい、ああ、しっかり止めました。ここはしっかり止めていきますね。細すぎるんだよ。やっぱベジゴテのね、ベジットの能力がやっぱ強いですから。はい、うん、スピード速くなっちゃってますからね。しかもね、セルゼのね、選手が食らわんからね、もうそもそも、そもそもなんですよね。勝とうが勝たまいから、ね、そうそうそう、おあ、そうですね、こちらのセルゼの能力で1000以上のダメージは受けませんから。ちなみにこの勝ちは僕が勝てます。これは僕を、いや違いますね、そうなの、あ、ほんとですか、どっちだっていいよ。どっちでもいい、僕も記憶が曖昧なんですけどね。どっちでもいい。さあ、まあ結果はね、僕この時は変わらない、変わらない、選手変わらない、これヒーローエナジーダウンが痛かったんですよ、これね、痛いです、本当に。さあ、ここでブロックバースト、まさかね、素晴らしいよ、今ブロッ着地、いや、ほんとね、見ていただきたい、彼の、よいしょー、なんか、勝ったよ、勝ったよ、そんなことしてたの、ね、指先でええんですよ。だって手のひら出てくる。いや、まあね、いやいやいや、完璧だった、素晴らしい、まあ、という感じ。流星悟空って、もう普通にアタッカーにしてもそのダメージ減らせるのに、もうね、サポートにするとブロックバースト持ってるって、もう本当に厄介な、いや、そうそうそうだよね、強いカードですよ、ね、ワンラウンド目はそんなにだから動きなかった、うん、うん、まあ僕ら動けませんでしたから、そうそうそう、はい、こっちはね、すごい動いてたけどね、まあ、ただシェンロンはそういう状況でも HP を減らせましたからね。いや、大きかったね。もう2人とも全然聞いてませんけど、はい、聞いてない。全然研究所となんかこう公園で遊ぶ人たち。牽制する？もういい、いい、もうこれパワー解放してるというのに、はい、さあ、そういう子印ね、セルゼロになりました。いや、かっこいいですよ、このモード、さあ、セルゼノは2段、そう、そう、ね、聖地2段のカード、難しいカード、はい、さあ、ここも早い、早い、早いです、早いよね、本当にくてもウィックマンですから、考えてるのか、やはりウィックマン、コーペ、ナナはまだ迷ってますね、僕らはどうしようかっていうのをめちゃめちゃ考えてる、じゃあもう、うん、レオくんがもう、さばきだけやって、うん、推し担当、いけ、コーペ行くんだ。さあ、ここで、しいコンビネーション、さあ、そしてここでゴテンクスなんですよね、うん、まあ、いろんな理由はあるんですけど、やっぱりその戦闘力バトルに勝った時にヒーローエナジーが溜まるっていうのが、やっぱりこっちがひたすら打てるっていうのは、まあそうね、そうそうそう、最初1ターン目でね、ヒーローエナジー削られてるので、やっぱ溜めたいとこだったのでというところで、さあ、こう悩んだんですよね、毎ターンあんのよ、どれにしようかな、そう、 HP でもいいし、そう、防御弱らせたいでもいいしっていうところで、まあ今回ポット的にもね、バーダックとブロリーだったから、うん、まあ、今回は 1.5 倍にしようというところで、さあ、はい、そうなんです、勝ったんですよ、ここ、そうなんです、やばいじゃん、先行ね、はい、先行取りましたよ、うん、これでヒーローエナジープラス2なんですよ、嬉しい、これめちゃめちゃ効きます、大きい、はい、まあ、ここででもハイボール発動してて、受けダメージね、50%受けダメージ、でもここでやっぱ怖いのはね、なんか固定ダメージ系ですよね、うん、宇宙地獄とかやっぱ固定ダメージある、フラグ立てるの、そうなんですよ。はい、さあ、ここでミラクル、ゴテンクスの能力でミラクルが増えてますから、こちら、ありがたい、ただミラクルなくても勝てるかもしれないですさあ、ひさざざですよ、うるさいよ、まあ、ここはですね、僕らぶっちゃけ、そう、流星のね、
あれでもう全然怖くないよっていう、ね、めっちゃ余裕ぶっこいてたんですよ。安心でしたね、ぶっちゃけね、はい、でもそうだから全然食らわないんですよ、はい、うん、まあ、ここはね、うん、全然食らわない、そう余裕やん、ね、ここで来てもまあ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 、あもう余裕やなみたいな、余裕やなと思ったんですけど、ここでね、何もう大事な勝負だ、ね、ちょっとちょっとこれ大事だからね、はい、そうよ、さあさあさあというところで、まあでもね必殺は通ったんで、うん、その1000以上の効果を発動させて、うんうん、であの気力は減らせたのでね、そう、ここチャンピオンシップですよこれは、イエーうわー勝っていく、ここね大事な早かったもんね、めっちゃ早かった、これは難しいですよ、しかもパーフェクトでちょっと余裕が出ちゃったもん、うん、そう、ね、めっちゃ喜んでたもん、ね、イエーイって言ってたら、どうしよう大丈夫だろう、そしてここも必殺技を打てますから、しかしここで優勢のアビリティが発動していないんですよね、はい、これね、そうですね、しかもこっちはもうどうしてですか、ヒロイナージも溜まってますので必殺技を打てますから、そうなんです、皆さんこちらの宇宙地獄さん、はい、めちゃめちゃ強いのよ、ナナちゃんの冒頭の発言覚えてますか、固定ダメージで一気に KO を狙いに行くというデッキの解説をしておりましたが、はい、見事に、はい、見事にもう素晴らしい、素晴らしい、完璧な勝利、本当にね、ちゃんとね止めるとこ止められてよかったなというね、はい、バトルでした、そうなんです、はい、というわけで改めて7の勝利でした、やったー、あっぱれ、あっぱれ、もうよく勝ちました、あのチャージ、はい、完全にノーキンプレーで負けたもんはい、ということでね、本当に面白いバトルでしたね、はい、うん、皆さんも明日になったらガンガンプレイしてみてください、はい、それではここで素敵なプレゼントがもらえるかもしれないフォロー&リポストキャンペーンのおさらいです、はい、こちら9月1日日曜日の23時59分までにスーパードラゴンボールヒーローズ公式アカウントとドラゴンボールスーパーダイバーズの公式アカウント2つをフォローした上で対象の投稿をリポストした方に抽選でプレゼントあげちゃうキャンペーンとなっております、はい、もらえるプレゼントはこちらスーパードラゴンボールヒーローズスペシャルメモリアルパックボリューム1と2のセットとともにメテオミッション5段のレジェンドシークレットコレクションより私とレオとマルコのおすすめカード3枚を合わせて10名様にプレゼントです、はい、皆さん忘れずにどんどんリポストしてください、はい、続いてお得なキャンペーンの紹介をしていきましょう、まずはこちら8月30日から9月8日まで期間限定でもらえる経験値が7倍になるキャンペーンを実施です、ぜひぜひこの機会にガンガン経験値を稼いでレベルアップしてみてください、そして経験値アップはもう一つこちら、なんと翌日の9月9日からは経験値が5倍から最大13倍になるキャンペーンもスタートです、はい、すごいですね、スーパーダイバーズ称号のゲットのためにガンガン修行してみてください、はい、お願いします、うん、俺からもボーナスを紹介するぞ、こちら、なんと稼働後の9月19日木曜から MM6 段稼働期間中の間ゲームをプレイするたびにもらえるボーナスやアプリゲットルーレットが登場、プレイするたびに経験値やギガ以上確定のアプリがもらえちゃうほか、アプリゲットルーレットでは超強力なスペシャルアプリもゲットできちゃうから期間内にガンガン遊んでくれ、はい、もう一つこちら、ライバルに差をつけろ超強化キャンペーン、はい、ということでメタルミッション6段稼働時にライセンスを使用してプレイするとスーパードラゴンボールをなんと7個プレゼント、はい、いきなりスーパーシェンロン呼び出せる上初めてプレイする人も一気に追いつけるいきなり兆しクラスアップが登場、さらにさらにアバターレベルブーストキャンペーンで初回プレイ時に使用したヒーローアバターはなんとレベル40に一気にレベルアップ、いきなりライバルに追いつくチャンスなのでぜひプレイしてみてくれ、チャンスですね、はい、さあ続いてはですね僕からドラゴンボールスーパーダイバーズへの引き継ぎ要素をご紹介していきたいと思います、はい、こちら、はい、ということですね、スーパードラゴンボールヒーローズのヒーローアバターを
アルティメットクラスアップ兆しまで育てている方はですね、はい、該当の種族のデフォルト形態アバターのスキンを付与と。さらにですね、アルティメットクラスアップまで育てているアカウントでは、ではですね、ドラゴンボールスーパーダイバーズで使用できる全種類のデフォルト形態アバターのスキンをプレゼント。さらにさらにですね、こちら、はい、武を極めし者が付与されるということです。極めてます ね、うん、ね、超強化キャンペーンがあるから皆さん即ね、うん、兆しレベルアップできちゃいます ね、 ね、通りなんですよ本当に、はい、スーパーダイバーズのロケーションテストをプレイしてくれた方もね、いらっしゃると思いますので、うん、今のうちにぜひスーパードラゴンボールヒーローズで遊んでみてください、うん、はいはい、まだまだ引き継ぎ要素はあります。続いてはこちら、はい、バトルスーパー、スポーツスタジアムですね、はい、極み初段から極み70段等の段位を持っていると、うん、段位に応じた称号も付与させていただきます。あ、頑張った段位、出現のいいね。いやもう本当にね、たくさんプレイしてくれてるみんなはすごく嬉しいですよね、これね。はい、もう間違いないですと、ね、さらにもう一つこちら、お、はい、ということで、スーパーダイバーズスタートダッシュ福引券配布キャンペーンがスタートです。はい、6段をプレイするとスーパーダイバーズで使用できる福引券がもらえちゃいます、はい、はい、6段をたくさんプレイすればするほど福引券と交換で素敵なプレゼントがもらえちゃいます、はいはい、そしてもらえるプレゼントもちょっとだけ発表したいと思います。はい、こちら、はい、なんとですね、アバタースキンや限定称号ラッキープレイヤーがもらえちゃいます。ラッキープレイヤー欲しい、欲しいでしょ、うん、はい、他にもですね、ゲーム内アイテムや経験値などスタートダッシュにふさわしいプレゼントがありますので、皆さんぜひ今のうちに福引券を集めてみてください。はい、はい、続いて俺からスーパードラゴンボールヒーローズで行われるイベントについて紹介するぞ。こちら、スーパーヒーローズスタジアムスーパーでアルティメットスターグランプリファイナルが開催されるぞ。ファイナル32名によるトーナメントで当日抽選制、うん、大会ではプロモーションカードを除く5段6段のみのデッキで戦ってもらうぞ、うん、落選者を含む参加希望者にはトーナメントパック 14th シーズンを1パック、はい、さらに参加者にはもう1パック合計2パックプレゼント。第2地点は8月31日に年齢制限なしクラス、9月1日に小学生以下クラス、うん、流山店は9月7日に年齢制限なしクラス、9月8日に小学生以下クラスを開催するぞ、うん、みんなふるって参加してくれ、うん、ね、私とレオもみんなに会いに行っちゃうんだもんね、うん、楽しみだね、楽しみです。そしてもう一つイベント情報、現在実施しているドラゴンボールスーパーダイバーズのロケーションテストが間もなく終了となるんだけど、はい、最終会場となるナムコ中野店、ナムコ、ナムコララポート門真店にて、こちら、うん、なんとオンライン対戦機能を開放してロケーションテストを実施するぞ。オンライン対戦できるんですか？対人戦ができちゃうんです。あ、いいっすねこれ。すい、すでに一度参加した方も、ナムコ中野店とララポート門真店にてオンライン対戦が可能となるので、ぜひ参加して対人戦を楽しんでみてくれ。はい、ぜひください。はい、はい、それでは続いて最新情報といえば忘れちゃいけない、こちらもご紹介しちゃいましょう。はい、こちら最強ジャンプ10月特大号が9月4日発売となります。はい、はい、こちらスーパードラゴンボールヒーローズ関連漫画連載中ということで、うん、スーパードラゴンボールヒーローズアバターズはですね、次回が最終回となっておりますと。はい、もうこちらもチェックするしかないということでですね、皆さんぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、はい、続いてこちら、はい、V ジャンプ10月特大号が現在好評発売中となっております。はい、はい、こちらメテオミッション6段の情報はもちろん、スーパーダイバーズの情報も詳しく載っておりますので、ぜひご購入ください。お願いします。はい、続いてコミックスこちらです、うん、はい、こちらスーパードラゴンボールヒーローズメテオミッション1巻が好評発売中ということで、はい、こちらですね、トランクスゼノのカードもついてきますということですね、はい、こちらもぜひぜひ手に入れていただければと思います。はい、はい、はい、そして他にもですね、はい、こちらの、関連書籍もあるということで、スーパードラゴンボールヒーローズアバターズ4巻ですね、まあ、こちらには、フリーザがカードがついてきますと、うん、はい、そしてドラゴンボール SD に関しては10巻がありまして、こちらの付属カードはですね、はい、トランクス青年期、はい、がついてきますと、
はい、そしてドラゴンボールスーパーも最新23巻が好評発売中となっておりますので、はい、こちらも合わせてぜひぜひ手に入れていただければと思います。はい、お願いします。はい、はい、そしてさらにさらにですね、もう一つこちら、うん、はい、はい、スーパードラゴンボールヒーローズ、英雄の奇跡ヒーローズメモリーズが明日発売となります。あと明日か。はい、そうなんですよ。こちらですね、うん、ドラゴンボールヒーローズとスーパードラゴンボールヒーローズの歴史を紡ぎ、うん、未来への、ね、架け橋となる一冊ということですね。これがとうとう発売となるんですよということで、うん、はいはい、こちら、ドラゴンボールヒーローズとスーパードラゴンボールヒーローズの始まりの1枚ですね、うんうん、はい、と V ジャンプ限定のアバターカードが同梱されているということで、まあ、これなんで始まりの1枚かっていうとですね、 DBH の1段の1番、そしてスーパードラゴンフルーズの1段の1番とか、うん、そしてまあ V ジャンプでね、昔抽選でもらえた、うん、あのめちゃめちゃレアなアバターカードの、うん、そう全部仕様がねちょっと豪華になったパラレル版として、はい、同梱されているということでですね、うん、はい、で、またあの漫画のドラゴンボールスーパーの豊太郎先生が執筆されている、はい、ドラゴンボールヒーローズビクトリーミッション最終回、うん、いや、メテオミッション6段のカードデータなんかも掲載されていますということでですね、はい、でまあ、同梱カードさっきあの説明しそびれたんですけど、うん、あのドラゴンボールスーパーダイバーズでも、うん、そうバトルカードとして使用可能な、うん、カードデータが入っているということで、うん、そうなんです。だからメテオミッション6段の、うん、さっきあの紹介していた、うん、まあ、あの孫悟空のやつとか、うん、まあ、あとシークレットまだ紹介されてないですけどバトルカードとして使用できるよみたいな話があったと思うんですけど、うん、はい、そういった感じですね、新しくこちらのカードに関してもダイバーズで使える。なるほど、買うしかない、ね、そうなんです、ね、でアバターカードももちろんダイバーズも使えちゃいますので、うん、はい、まあ、そういった意味のでもですね、未来への架け橋となる一冊と、素晴らしいマスト、まあ、この13年以上の歴史がギュッと詰まった、うん、まさにヒーローズをね楽しんでくださった皆さんにですね、もう絶対に絶対に手に取っていただきたい一冊となっていますので、はい、ぜひぜひご購入お願いします。お願いします。はい、そして最後にもう一つですね、うん、はい、プレミアムバンダイであの商品の予約期間が大好評により延長しましたのでご紹介しちゃいましょう。こちら、はい、こちらドラゴンボールヒーローズシリーズを遊んでくれた全てのヒーローたちへ送るですね、感謝の気持ちを込めたプレミアムなセットとなっております。その名もスーパードラゴンボールヒーローズスペシャルセット、サンクスとオールザヒーローズ、はい、こちら9月1日までですね予約期間が延長しております。なるほど、はい、でまあ、気になるセット内容なんですけれども、うん、鳥山明先生のイラストを再現した、うん、孫悟空のですね、うん、まあ、カード、そしてこちらのアートボード、うん、でっかいアートボード、はい、そして合皮の、ナインポケットバインダーを加えた豪華セットとなっておりますということで、はい、今回ですねちょっと実はですね、アートボードとですねナインポケットバインダーの実物を実は僕のこのもの、もう足に、ね、ついに見れるんですか、置いてありますので、ちょっとねボッと見せていきましょうということで、はい、まずアートボードの方ですね、こちらでございます。うおー、大きい、でかいですよ、めっちゃでかいですよ。大きい、僕が初報のさ、なんかJVC の時とかにでかいっていう話をしてたんですけど、うんうん、本当にでかいですよ、僕の体これ隠れてますから、はい、めちゃめちゃでかい、で、そうなんですよ、ね、このビレイラストをですね、うん、もうこれでもかというぐらいでかいサイズでですね、うん、そう楽しめるボードとなっておりますので、はい、まあ、このなんかね、このなんていうかな、キントーン の, このフレームみたいなのもね、可愛くね、うん、はい、装飾されておりますので、うん、はい、こちら飾りたいですよね、ぜひ、うん、で、これだけじゃないということで、こちらと、もう一個バインダー持ってきてるんですよ、こちら、はい、すごい、高級感が、すごい、そうなんですよ、もう、極意になったね、ビート君が映っていて、はい、で、ね、このドラゴンボールがで表現されてるんですけれども、はい、なんとこちら後ろですね、おこれ、ご覧ください、これすごい、ミッションシリーズのロゴが、歴代のロゴが全部載ってるんですよ、めちゃめちゃかっこいい、そうなんですよ、うん、でも下にね、サンクスオールザヒーローズと、はい、皆さんにこの約14年近くのね、うん、歴史をこうまとめた感じですよね、もう本当に、まあ、ありがとうっていう感じですよね、本当にね、うん、はい、まあ、これこのねナインポケットバインダーにですね、うん、まあ、このリフィルも入ってるんですけれども、はい、このリフィルの中にですね、あなたの思い出のカードたちをね、入れていただければと、うん、そうね、はい、そうなんですよ、飾ってほしい、ぜひぜひね、こちらね、はい、手に入れてほしいなと思っておりますと、はい、ということでですね、皆さん忘れずに予約してください。はい、はいはい、ということでね、スペシャルな情報をたくさんお届けしてまいりましたが、うん、そろそろ配信も終了ということで、うん、プレゼントがもらえるかもしれないフォロー&リポストキャンペーンのおさらいをしておきましょう。はい、内容はこちら、
9月1日日曜日の23時59分までにスーパードラゴンボールヒーローズ公式アカウントとドラゴンボールスーパーダイバーズの公式アカウント2つをフォローした上で対象の投稿をリポストした方に抽選でプレゼントあげちゃうキャンペーンとなっております。はい、もらえるプレゼントはこちら、スーパードラゴンボールヒーローズスペシャルメモリアルパックボリューム1と2のセットとともに、うん、メテオミッション5段のレジェンドシークレットコレクションより私とレオとマルコのおすすめカードを3枚合わせて10名様にプレゼントです。はい、皆さん期間中に忘れずにどんどんリポストしてください。はい、さあというわけでいよいよ明日からはメテオミッション6段が稼働。あ、楽しみですね。楽しみだね。さあということでね、本当に今回で最終段なので、うん、スーパードラゴンボールヒーローズを遊んでくれたみんなに一言ずつお礼を言っていこうか。おー、うん、そうだね。じゃあ俺から、うん、今まで本当にありがとう。最終段には今回でなっちゃうんだけど、 SBH を盛り上げてくれたみんな、まだまだ遊び足りないと思う。最後までガンガン遊んで最強のヒーロー目指してくれ。ありがとう。はい、では続いて私、皆さん今まで本当にありがとうございました。明日からね、ワクワクの6段が稼働スタートとなりますが、うん、スーパーダイバーズ稼働前に引き継ぎ要素たくさんもらえるようにね、ガン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 明日からも遊んでください。またね。またね。はい、はいはい、僕からもですね、皆さん本当にありがとうございます。今回ね最終段ですが、もう本当に最終段ですので、全力で皆さん楽しんでいってください。はい、暑いね。暑い、うん、はい、そして最後に僕からですね、はい、まずもう長い間ヒーローズですね、もう楽しんでいただいて本当にありがとうございますと、はい、でですね、まあ、僕はヒーローズの宣伝担当でもあるんですけど、ヒーローズでも宣伝担当になるので、はい、まあ、皆さんのね、スーパーダイバーズの方もですね、一緒に楽しんでいければと思っております。まあ、スーパーダイバーズもでスーパードラゴンボールヒーローズもですね、これからもめちゃくちゃ一緒に楽しんで、盛り上げていければと、はい、思っていますので、これからもよろしくお願いします。はい、ということで、レオ最後はいつものあれでお別れしたいんですが、うん、前夜祭もこれで最終回となっています。元気よく行きましょう。最後はいつものあれでお別れしていきましょう。 OK、 みんなも一緒にやってくれ。宇宙を救うスーパーヒーローは君だ。